シャオ、こんにちは。今日はサバのキャベツパスタ、まあ、サバ缶を使ったキャベツのスパゲッティですねを作りたいと思います。ベースとなるのはガーリックオイルとアンチョビ、まあ、これが味付けの素ですね。ちょっとピリ辛になります。材料はこちらですね。前に作ったというかいつも作ってる、これが揚げたガーリックですね。とするとそのオイル、これ最近重宝してます。それからサバ缶と、これはオリーブオイル漬けのサバ缶だけど、水煮でも全然大丈夫。から下の方に行くとアンチョビ、今日は 6尾ぐらいかなと、ちょっと唐辛子ね、イタリアの唐辛子辛いやつと、まあ、乾燥ニンニクちょびっとだけ使います。それからキャベツですね。では作ってまいりましょう。今日はリチェッコの 1.9mm ですね。ブロンズ口金のザラザラした感じのパスタになります。茹で時間が12分なんですけど、10分で一応タイマーつけて、残り2分でキャベツ入れていきます。まずサバ缶全部入れちゃうね。そこに乾燥ニンニクとちょっと辛い唐辛子入れます。アンチョビも全部入れちゃう。どんどんほぐしていきます。細かーく砕いちゃっておくと、火は割りぐらいで細かーくしちゃっていいんですよ。大体このぐらいになるまでも細かーくしちゃうんですよ。でこれを後で茹で汁で、ソースとして伸ばしてもう2分やっていきますね。ガーリックオイル少し足します。
よし、はい、完成です。はい、今日はピエモンテ産のスプマンテでいきます。まあカジュアルなね、スプマンテ、あんまりピエモンテでスプマンテ見たことないけど、うわ、来ましたね。まあこの間飲んだら割と辛くて美味しかったんで、よっしゃ、じゃあいただきます。サルテ。いいね、キリッと冷えとりやす。では今作ったサバ缶のねパスタがどう変化したのか、いいね。もうサバ缶の域超えてますね。十分美味しい出汁がいっぱい出てます。まだ侮れないですね。美味しかった。いや、これうまいよね、マジで。いや、サバ缶ちょっと惚れ直しましたね。昔キャンプファイヤーの時になんかキャンプ生活で食べたのが最後だったような気がするんですけど、こうして作ってみるとね、意外と美味しいのでびっくりしました。ってわけで、まあサバ缶はそのすごく身をすごくほぐしちゃったんですけど、むしろその方が味がこう細かく均一に染み出てるっていう感じがして、あのキャベツがとっても美味しくなりました。まあ、もちろんパスタにも染み込んでくれたし、なんでこれはもうあのサバソースのキャベツパスタですと、まあ、そういう感じで、題名作ろうかなと思ってます。では、今日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお目にかかりましょう。チャオチャオチャオ。